フランシスコ A レンティーニは3本足のサイドショー芸人である。イタリア、シチリアのロゾリーニに12人兄弟の中に生まれた。レンティーニの奇形は部分的に吸収された結合ソーセージのうちの1人の結果である。このソーセージのうちの1人はフランクレンティーニの脊柱の規定部にくっついていて、そして骨盤の骨の一つ、発育不全の男性生殖器。 体の右側面から伸びている標準の足、この余分な膝にくっついた小さな足からなった。レンティーニには合計12本の即死があり、機能する男性機関が2セットあったと記録されている。8歳の時、レンティーニの家族はアメリカ合衆国に移り、そしてザグレート、レンティーニとしてサイド商業界に入り、リングリングブラザーズサーカスの出し物に加わった。 彼は30歳の時アメリカ合衆国市民権を得た。彼の経歴は40年間を超え、そして彼はバーナムベイリーやバッファロービルのワイルドウエストショーを含む有名サーカスで働いた。レンティーには単にザ・キングと呼ばれていたほど同僚の間でも尊敬を受けていた。青年期のレンティにはステージ上で3本目の足でサッカーボールを蹴る賞を行い、そのために 彼のショーは三本足のフットボールプレイヤーという名前になった。6歳までにレンティーニの足は少しずつ異なる長さで発育し、一本は39インチ、二本目は38インチ、三本目は36インチであり、おまけに最後の足は内半足だった。成人してからも三本目の足は他二本より数インチ短く、 他の2本も長さが異なっていた。レンティーには3本目の足を持っていながら、もう1本あって2組になればと不満を語っていたと言う。彼は3つ年下のテリーザ・マリーと結婚し、ジョゼフィン、ナターレ、フランク及びジェームズと4人の子供を設けた。フランク・レンティーには1966年9月22日にフロリダ州ジャクソンビルで死亡した。 レンティーニの写真は、ハードロックバンド、アリス・イン・チェインズの1995年のアルバム、アリス・イン・チェインズのバックカバーで大きく扱われている。アルバムのフロントカバーは、ジェリー・カントレルの三本足の犬であるサンシャインを大きく扱っている。ありがとうございます。